米原の地域資源を生かし、創業の夢を叶える人を市は応援しています。今回は市の創業支援事業を活用して市内でお店を開業するまでのストーリーをインタビューを通してご紹介します。市が実施している創業支援事業とは、米原での新しい事業の立ち上げを支援し、雇用の促進や地域経済の活性化を目指すものです。市内の地域資源を生かした創業計画を募集し、専門家が高く評価した計画に対し補助金を交付します。令和4年度創業支援事業の地域の経済的活力の創出に役立つ事業に手を挙げた山田佳代子さん。今年6月に市内でトリミングサロンをオープンされました。東近江と岐阜でずっと働いてたんですけれども、小型犬のワンちゃんはサロンを利用するのが、まあ、当たり前というか普通に来店されるんですけど、大型犬のワンちゃんのオーナーさんが、うちの子ちょっと大きいんですけど大丈夫ですかっていう感じで気を使って来店されるようなことが多かったので、小型犬のオーナーさんとワンちゃんが気軽に来店してくれるような、そんなサロンが作りたくて自分のお店を作りました。ずっとお店は作りたかったんですけど、なかなかそのきっかけがなくて、で去年の夏に米原市の経営塾の方に行かせてもらって、で2ヶ月間そこでいろいろ経営の勉強をさせてもらって、でそこで一応補助金制度のことを知りまして、その経営塾もすごい先生の話とかすごい面白くて、で全然職種も違うし年齢も違うしみたいな方々とそこで出会うことができて、全然違う目線からのアドバイスをいただけたりとかしたので、すごい私にとってはそれがすごい大きな出来事 で、その皆さんの助けもあって今回お店をオープンすることができました。ワンちゃんがのびのび過ごせるからなんですけど、天の川の土手とか行ってバーって走らせたり、天の川に泳ぎに行ったりとかいつも夏とかしてたんで、この場所にお店作れてよかったなと思いますし、なんかちょっとお散歩行くのにも地蔵川とかあるんで景観もいいし、もともと好きです、はい、自分のやっぱり資金だけではなかなかこうやって大々的にお店を作るっていう感じに踏み切れなかったんですけど、その補助金をいただけることによってできるこの自分のすごい理想に近いお店を作ることができましたし、お店の前もワンちゃんが遊べるようなスペースも作れたし、すごい補助金をいただけたことは大きかったと思います。経営や市の創業支援事業について学び、また出会った人とのつながりを大事にして念願の自分のお店をスタートさせた山田さん、今後のビジョンを伺いました。私がずっとその持ってるのが保護犬の活動 で、なかなかその滋賀県は保護施設みたいなのも多分大きなものは少なくて、まだまだ日本はそういう場所とか考え方が他の諸国、欧米諸国とかアメリカとかヨーロッパとかの国よりは全然劣ってると思うんです。こういう美容を通して、その例えば保護されてワンちゃんが一人でも多く新しいご家族のもとに行って幸せな生活を送れるようなお手伝いを今後はしていけたらなっていうのも目標の一つにあります。創業を通して犬の保護活動などにも取り組みたいという山田さん、最後にこれから創業する方へのアドバイスを伺いました。経営塾は本当に私楽しかったしためになったし、たくさんお友達もできたし、つながりもすごい強いつながりが作れたんで、本当に経営塾はおすすめです。経営塾行ってる中で、まあ、商工会の方と話すこともあったし、今までその商工会さんってすごい敷居の高いイメージで気軽に行けないようなとこだと思ってたんですけど、今回その創業塾行った後に行かせてもらったら、いろいろ相談にすごい乗ってくださるし、補助金いただく時の申請書とかもアドバイスいただいて、すごい
私にとっては助かったというか心強いことでした。米原市商工会は創業予定者に寄り添い、一緒に課題を整理し、創業に向けて前進するお手伝いができたらと思います。どんなことでも気軽にご相談ください。現在、令和5年度の創業支援事業の申請者を9月14日まで募集しています。米原の地域資源を生かした事業を始めたい、地域の経済的活力の創出に役立つことをしたいとお考えの方は、市商工会または農政商工課までぜひご相談ください。